シメオンソロモンは19世紀イギリスの画家でラファエル全派の一員に数えられる。彼は正統派ユダヤ教徒という出自と同性愛者として逮捕され没落していった悲劇の画家として知られている。ソロモンは1840年ユダヤ人の防止業者マイケルソロモンと美術家のキャサリン・レビとの間に8人兄弟の末っ子として生まれた。 ソロモン家は18世紀にオランダもしくはドイツから移住したユダヤ人の一族で、父のマイケルは麦わら帽子の製造業者として財を成し、ロンドンで最初に公民権を獲得したユダヤ人の一人だった。ソロモンの兄、エイブラハム・ソロモンと姉、レベッカ・ソロモンもまた画家である。4歳の時に父マイケルが他界したので風俗画家として人気を博していた兄、 エイブラハムの下で育った。ソロモンは最初にこの実験から絵画を学んだ。1852年に美術教師フランシス・スティーブン・ケイリの美術学校に入学する。この学校は19世紀の画家ヘンリー・サスが開校したロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ入学を志す者に絵画の訓練を施す登竜門であり多くの著名な イギリス人画家がこの学校で早期の訓練を受けている。なお、この年、レベッカがロイヤルアカデミーで最初の作品を展示している。母の腕に抱かれるモーゼ・デラウェア美術館修造をそして1855年にロイヤルアカデミーに入学。アルバート・ムーは、ヘンリー・ホリリー、マーカス・ストーンら仲間の学生と共に社生クラブを結成し、絵の修行を始める。 18歳の時に捧げ出す遺作が初めてアカデミーに展示された。ソロモンが初めて脚光を浴びたのは1860年の美術院展に出品した母の腕に抱かれるモーゼで薄暗い土壁の部屋で赤子のモーゼを見つめる女二人という構図は新聞で酷評されたがウィリアムメイクピース作家令が用語の評論をしたことで有名になった。ソロモンは ユダヤ教徒という出自を生かし、当時はキリスト教文化が一般的だった画題に、旧約聖書の世界という新しい画題を持ち込んだ。各して、新進の画家として、ダンテ・ゲーブリエル・ロセッティ、ジョン・エヴァレット・ミレー、ウィリアム・ホルマン・ハントといった、ラファエル全派のグループと地遇を得たソロモンは、ロセッティの紹介で、エドワード・バン・ジョーンズと知り合い、彼の工房に出入りするようになる。 ジョーンズの妻ジョージアナは後に手記にて、ソロモンの再起間発ぶりを絶賛している。この工房で1957年頃、己の運命を左右したアルジャーノン・チャールズ・スウィンバーンとの出会いがあった。ソロモンは、この若く放送なマルキ・ドサドに影響された、優意義主義の長寿に、たちまち魅了された。1862年、ロセッティの愛人にして、 名画、オフィーリアのモデルして知られるエリザベス・シダルがアヘン中毒によって、要去り、昇進したロセッティが住居を、チェーニーウォーク16番地に移した際、スウィンバーンとソロモンも移住し、以後しばらくの間、共同生活に入った。後に評論家、フィリップ・ヘンダーソンによって記された、スウィンバーンの評伝では、スウィンバーンとソロモンが全裸で館内を追いかけっこで、 はしゃぎ回っていたところをロセッティに怒鳴られる一幕があり、二人の生活は破天荒な気風に彩られていた。スウィンバーンが1865年に鞭打ち思考をテーマとした小説、レスビア・ブランドンを出版した際にはソロモンが挿絵を担当した。1862年にミドルセックス病院近くのチャールズ・ドール22番地に独自のアトリエを構えた。同年十二月十九日に、 アブラハムがアカデミー巡回員となるが、まさにその日に心臓発作で世を去ってしまう。この時期のソロモンはアカデミーや1865年に開設したダドリーギャラリーに精力的に作品を出していた。また、モリス紹介のデザインにも参加したり、1863年にダルジール兄弟の出版社が出版したエイジセにもイラストを提供している。 祖病、花嫁、花婿、悲しき愛結婚を祝う、はずの天使が花婿に未練を示している。ビクトリアアルバート博物館修造スウィンバーンとの出会いによって、ソロモンの絵は徐々に旧約聖書からギリシア時代の人物などに変質し、当時としてはショッキングな男性美を追求する作品も多くなった。1867年に発表したバッカスが後に、 ユイビ主義の理論的支柱となる評論家、ウォルター・ペーターの目に留まり、彼と彼を取り巻く、協力的な人種たちとの交友が始まった。ペーターは後に、ソロモンが没落した後も陰ながら擁護するなど、一貫して、ソロモンを支持し続けた。その人種の中に、数多くの芸術家、文士たちのサロンの中心にいた、イートン・カレッジの教師、オスカー・ブラウニングがいた。後に、自身も、 同性愛のとがでイートン校を追われることになる記載の下で、ソロモンは、協力的な世界にはまっていった。ブラウニングはソロモンを、イタリア旅行に誘い、ソロモンはその地で、キツェーノベチェッリオの、神聖な愛、異端な愛に魅了されるなど、ルネサンス絵画の影響を大いに受けた。1871年には、自らの美観を綴った、詩集、夢で見た愛の原始を出版する。 この詩集はスウィンバーンもンジを送るなど評判は良かった。このあたりは自身も海外に試策にと横断的な活動をしていたロセッティの影響とも伺えるが、このことからソロモンは思わぬ方向から批判を浴びることになる。ロセッティが1870年に出した詩集に憤慨した詩人のロバート・ブキャナンが1871年10月にコンテンポラリーレビューしに 偽名で死における肉体派という題名への批判論文を投稿した。ロセッティは、オロカ、モリス、スウィンバーン、そしてソロモンもやり玉に挙げられた、この論文はラファエル全派の芸術活動を不道徳だと断罪するという有意義主義への反動を象徴する論文となり、ロセッティは自殺未遂に追い込まれるなど再起不能の痛手を受けた。ソロモンも文中で ソロモン氏のような画家はその天才を何の価値もない、主題に浪費して、それによって妖怪変化を生み出すのだ。聖アントニウスの周りで踊り狂うあの可愛らしい、悪魔のような妖怪をであると痛烈な批判を浴びた。そうした反動の最中、ソロモンは、己の人生を奈落へと突き落とす事件を起こした。ホリーアーが撮影した1880年頃の、 ソロモン1873年2月11日の朝、ソロモンは、オックスフォードストリートにある、ストラットフォードプレイスの公衆便所で60歳の、文毛の馬帝、ジョージ・ロバーツと共に逮捕され、検査の結果性行為が発覚した。ソロモンは強制員に、金庫18ヶ月の刑を受けたが、この時はいとこのマイア・サルマンが100ポンドもの保釈金を支払い、釈放されている。だが、 翌年3月3日、パリで19歳の男将、アンリ・レ・フランクと共にいたところを再逮捕。3ヶ月の金庫刑と罰金が科せられた。ソロモンのその後の生涯には謎が多い。一般に語られるのは、一族や友人たちから見捨てられ、ヨステ人になったソロモンは、街頭の絵描きや靴紐を売ったりするなど、極貧の生活を送り、やがて重度のアルコール中毒に陥り、 セントジャイルズ級品位に入るという霊落の物語である。隠してソロモンが奈落へと落ちていく中、スウィンバーンも重度のアルコール中毒で幾度となく生死をさまよっていた。1879年10月15日にスウィンバーンが詩人仲間のエドヌンド・ゴスに宛てた書簡には出所後生活に困窮したソロモンがスウィンバーンから受けた手紙を入り飛ばす事案があり、 憤慨したスウィンバーンはソロモンを動物よりも汚がらわしいこんなものと侮別するなど、もはや二人の関係が破綻したのみならず、いつスウィンバーンにも類化か及ぶかという事態になっていた。それを見かねた、詩人仲間にして弁護士のセオドア・ワッツ・ダントンによって1879年、テムズ・ナンガンプットニーにあるパインズ層に隔離され、以後の人生を、ワッツの庇護と監視の下で暮らしていくこととなった。 ワッツの検診によって、数々の依存症や異常性癖は克服できたが、タンビ派詩人としての牙は残らず抜かれていったのである。そんなワッツ、ゴスラ、スウィンバーンの構成を願う詩人仲間たちにとって、ソロモンは抹殺すべき、悪い友人でしかなかった。彼らの手によってスウィンバーンとソロモンとの関係を示す、資料の多くが破棄されることとなる。ソロモンが長く、 歴史から忘れ去られたのは、このことが大きい。眠りし者らと目覚めし者バーミンガム美術館修造。この作品は2014年に修繕された、ソロモンの母碑にも刻まれている。さて、アカデミーから追放されたソロモンを待っていたのは、デカダンスに染まった新しい顧客である。彼らはソロモンを同性愛、単美主義の体現者としてその絵を求めた。写真家。 フレデリック・ホリーアーによって写真という形で紹介されたソロモンの絵を詩人ライオネル・ジョンソンは自室の壁一面に飾り立てるほど愛好していた。このジョンソンによって WB ・イエーツが設立した詩人クラブに出入りするようになり、そこでイエーツをはじめアーサー・シモンズ、アーネスト・ダウソン、そして会員ではなかったがクラブに出入りしていたオスカー・ワイルドと交流を持つようになる。 ソロモンの情報はさらにオックスフォードにも届き、スウェーデンの伯爵にして、詩人、エリック・ステンボックの地遇を得るようになる。ステンボックは、ソロモンのパトロンとなり、95年に死去するまで、ソロモンの生活や画家の活動を支えた。この時期、ソロモンは、ハーバート・ホーンによる美術誌、ザ・ホビー・ホースの挿絵を担当しており、アーツクラフツ運動を広く紹介した、この雑誌によって、 ソロモンはラファエル・ゼンパと象徴主義との橋渡し役となったと言える。1890年代にはワイルドの愛人として知られ彼の死後にその事業を編纂した美術評論家のロバート・ロスによってアメリカに紹介されるとソロモンをはじめラファエル・ゼンパの作品がアメリカに流入し評価を得ることとなる。このロスやソロモン死後の1908年に 初の画集を出版したアメリカ人美術家ジュリア・エル・スワース・フォードは晩年のソロモンと面会し、両者ともソロモンが裏ブれた生活を送りながらも、A の情熱を失っていなかったことでは共通する見解を残している。だが、1886年にレベッカが交通事故でよう去ると、94年にペーター、95年にスタンボック、 1998年にバーン・ジョーンズ・トモリス、そして1900年にワイルドが放浪の果てのヨステニンとして先立っていった。1902年にはソロモンと同じように酒と同性愛に端滴したジョンソンが自殺した。1901年にビクトリア・ジョーも死去し、一つの時代が確実に終わろうとしていた。こうして年月日、セント・ジャイルズ級の食堂で、 心臓発作のため、64歳の生涯を閉じた。泣きは、ロンドン郊外、ウィルズデンのユダヤ人墓地に埋葬された。その後、無縁仏道前となった、ソロモンの墓は、前川祐一が1980年代に訪れた、時には、墓石も倒れたままの無残な、朽ち果てぶりだったが、2014年に、子孫や支援者の手によって修繕され、新たな墓碑が追加された。 ありがとうございます。